鳥取県。鳥取県は中国地方の日本海側にあり、山陰地方の東側を占める県である。なお、鳥取県は全国で面積は7番目に小さく、人口は全国では最も少なく市の数も4と少ない。県庁所在地は鳥取市である。国土地理院の全国都道府県市区町村別面積庁によると、 鳥取県の面積は平方キロメートルである。国土地理院地理情報によると、鳥取県の東西南北それぞれの橋は以下の位置で、東西の長さは125.41キロメートル、南北の長さは61.79キロメートルである。鳥取県は、県内ほぼ全域が日本海側気候で、豪雪地帯となっている。春と秋は、高天の日が多く、夏は晴による、 フェーン現象で猛暑日となることもあるが、平野部でも熱帯夜は少ない。冬は曇りや雨、雪の日が多いが、平野部の1月平均気温は、摂氏4度台と東京郊外や名古屋、京都と同じくらいであり、冷え込みは厳しくない。与那子などの西部沿岸部は、平年の最新積雪は20センチメートル程度と、比較的雪は少ないが、東へ行くほど降雪、積雪量は多くなり、 鳥取市では、中心部でも平年で40センチメートル以上の最新積雪を観測する。東部では JPCZ 日本海艦隊機団収束帯の影響を受けやすい。鳥取市や岩見町などの沿岸部の方が、地図橋などの内陸部よりも降雪量が多くなることがある。特に大仙周辺の内陸山地は山陰一の豪雪地帯となっており、 冷え込みも厳しく摂取し15度以下にまで下がることもある。県域は、かつての稲葉国、放棄国に相当し、4市、5郡、14町1村がある。町は、すべて、町、村は、村と読む。現在は、東部、中部、西部の3つに区分するのが、一般的で、鳥取市を中心とする東部は、旧稲葉国、倉吉市を中心とする中部と米子市や境港市を、 中心とする西部は、旧法規国。旧稲葉の東部に対して、同じ法規であった西部と中部を総称して、中、西部と二区分にいることもある。鳥取平野を中心とする旧稲葉国の区域に、相当し、鳥取砂丘や白ウサギ海岸などの継承地がある。県庁所在地で、県唯一の中核市でもある。鳥取市は、液晶工場などが立地する、工業都市でもある。 面積、キロメートル、推計人口、人、人口密度、人、キロメートル。旧法規国の東部、倉吉平野を中心とする区域。白壁土造群で知られる、倉吉市を中心とし、三笹温泉、ハワイ温泉、東郷温泉といった温泉地も多い。面積、キロメートル、推計人口、人、人口密度、人、キロメートル。 かつての放棄国西部、与那五平野や日野川流域を含む地域。中国地方最高峰で、日本百名山の一つ、大仙、1729メートルがあり、古来から林県島根の旧出雲国地域との結びつきが強い。面積、キロメートル、推計人口、人、人口密度、人、キロメートル。府県予報区は、鳥取県。 一時予報区分は二区分、市町村等をまとめた地域は五区分。二次予報区分は、鳥取市以外は、市町村単位で、鳥取市のみ北部、南部の二つに分かれている。鳥取の後は、古事記、日本初期のスニ天皇に、鳥取づくり、と鳥の宮津子、鳥取べが見える。古事記には、山和朝廷が、諸国に鳥を捕らえさせ、これを税として、 治めるように命じていたという一説があり、当時、沼や沢の多い湿地帯であった鳥取平野で水辺に集まる鳥などを捕らえて暮らしていた、狩猟民族が、大和に政権ができてから、その支配体系に組み込まれ、鳥取部として従属するようになり、そこからこの地が鳥取と呼ばれるようになったとされる。日本初期、水人天皇十三年九月から十一月の上にかけて、 鳥取の起源説話が見える。誉れ別王子、ホムツわけの巫女が成人しても言葉が喋れないことを天皇が浮いていた時、大空を白鳥が飛んでいるのを見つけ、ぜなにものぞと発した。天皇、喜びて、その鳥の捕獲を命じた。天湯が開いた巨、天の床渡長が鳥を追い続け各地を巡り、ついに、出雲の地、現島根県安木地方だという説が有力で捕獲に、成功した。 この功績から、鳥取作りの称号、聖、カバ根を拝命した。木にも、同類の説話が見えるが、結末が違っている。和名類受賞の稲葉国遊美、大海軍の伊佐との一つに、鳥取がある。この合名は上日の水人天皇の王子、小口分けミコのために設置された鳥取部に由来する。この辺り一帯がぬ町で、全国の白鳥伝説との関連が取り上げられている。 文書の上では、天行三年、九百四十年の稲葉国高草郡、東大寺領田が庭小坪付中心上、東南院文書に、主張鳥取高都市、軍事推定の署名が所見である。参考文献、内藤聖中ほか、鳥取県の歴史山川出版社二千三年、三位道、稲葉国、宝紀国、大戦裾野丘陵から、 後期旧石器時代の黒曜石製と安山岩製のナイフ型石器や殺器、掘り器、装木が見つかっている。今から約2万3000年前以降のものと推測される。また、旧石器終わり頃の黒曜石製採石陣と呼ばれる石器が発見されている。このように異物は少数ながら発見されているが、県内からは人が生活した遺跡はまだ発見されていない。 稲葉国では、西軍方の旧部長、広志、柿谷久志総、木、下重健が改役され、代わって、亀井これのり、池田長吉、山崎家盛の三大名が統治した、関ヶ原の戦い以前から、彼の主であった亀井氏に関しては仮像、それ以外の大名は天保。放棄国においても、吉川広家、南条元忠が、西軍方として、改役。 天保処分となり、中村忠和が入部した。慶長十四年、1609年に、中村忠和が休止すると、その翌年には、加藤貞康、市橋長勝、関和正の三大名に分割された。この時、河村軍、久米野軍は、幕府直轄領となり、山田忠史、伊丹工場が大官として派遣された。また、慶長十九年、 1614年には、里見忠義が倉吉に配慮され、久米軍の一部四千国が与えられた。その後、源那四年、1618年、池田三政が、鳥取城に入部し、元白二国からなる、鳥取藩が成立した。このほ地下八藩、若狭藩の二つの日田藩があった。また、放棄国汗入り軍の大前寺は、そう、豪園の活躍によって、 慶長15年、1610年、徳川秀忠より、事業三千国が認められた。この大戦事領は、西宝器一帯に散在し、18家村が大戦寺、本望西楽院の干渉下に置かれた。大戦寺は、鳥取藩士とは別の大戦侍と呼ばれる武士を登用し、事領支配に携わらせた。鳥取県は、全国の都道府県で、 最も人口が少ない。また、全国どの政令指定都市と比較しても少なく、政令指定都市以外で最大の千葉県の船橋市や、鹿児島県の県庁所在地の鹿児島市よりも少ない。2010年、平成22年の国勢調査で58万8418人と35年ぶりに60万人を下回った。ただし面積も小さいことから、 人口密度で見ると168.5人、キロメートルと37位で、鹿児島県、長野県のそれと近い。衆議院の小選挙区が2、参議院では、鳥取県選挙区として、全県で1区を構成していたが、2016年の第24回参議院、議員通常選挙より、島根県選挙区と合区され、鳥取県、島根県選挙区となり、 島根県と共に一区を構成する合同選挙区が創設された。鳥取県の行政機関は鳥取県庁のほか地方機関として総合事務所等が置かれている。なお、鳥取市、岩見町、若佐町、地図町、八頭町については本庁が担当する。本気町、旧溝の口町は2005年、平成17年4月1日に日野総合事務所から 西部総合事務所へ、鳥取市、河原町、持ヶ瀬町、佐治町は2007年、平成19年4月1日に、矢頭総合事務所から、東部総合事所へ、それぞれ移管された。2013年、平成25年4月1日に、東部、矢頭の各総合事務所が、本庁に集約、日野総合事務所が、西部総合事務所日の振興センターとなった。 2018年、平成30年4月1日の鳥取市の中核市移行に伴い、東部福祉保健事務所、東部生活環境事務所が鳥取市に移譲され、鳥取市保健所となった管轄区域は変更なし。岩見町、若狭町、地図町、八頭町についても鳥取県からの事務委託により鳥取市に移譲。 地方債の残高、人口が日本国内で一番少ない小さな県であるため、県内総生産、名目 GDP も2008年4月から2009年3月までのベース、平成20年度の統計で1兆9927億円と47都道府県では最も小さく、世界の中では国内総生産、GDP のランクが90位程度の国と同程度である。 なお、これを一人当たりで見ると、和歌山県、岩手県のそれに近い。また、一人当たり県民所得は230.4万円であり、全国平均の83.7%である。これは、熊本県、鹿児島県のそれに近い。スターバックスが未出店である、唯一の県だったが、2015年5月23日に、同店の鳥取県1号店が、 鳥取市の鳥取駅南口付近に開業した。これにより、スターバックスは47都道府県すべてに店舗を構えることになった。その後、イオンモール、鳥取北内にも出店している。スイカ、松葉ガニ、ラッキョウ、二十世紀なしなど、全国的に有名。米や野菜、果物などもバランスよく生産されている。鳥取県警察本部の管轄にある。 2005年、平成17年4月1日に再編が行われ、以下の旧警察署が置かれている。おおむね兵庫県、堺島根県境までの海岸線に沿って旧、山陰道のルートに沿って走る、幹線、鉄道の山陰本線や国道9号線が、県内主要都市、もしくはその付近を通り、鳥取、米子、倉吉の各都市近辺から中国山地、山陽方面へ、 ルートが分岐する構造になっている。のないものは、県内のみを走る路線。日の丸自動車、日本交通の2社があり、県内の路線バスや県内各都市と県外を結ぶ、高速バスを運行。どんぐりコロコロは、日本交通の運行。ハマループバスは、日の丸自動車の運行。他3つは、日本交通、日の丸自動車の共同運行。全国で最もバス利用者が少ない。 松江市内に松江道路が開通した1998年平成10年4月17日以降長らく日本で唯一都道府県庁所在都市に高速道路がない県であったが2004年平成16年11月1日に山陰自動車道青谷アンターチェンジのある青山町を編入合併したため解消された鳥取県島根県の県域民放各局は 互いの県に乗り入れて放送を実施している。詳しくは、電波相互乗り入れ鳥取、島根両県の民放相互乗り入れ放送の項を参照。局名の後の内は局所在地。他に鳥取県に系列局を持たない案、テレビ朝日系列が取材拠点として、テレビ朝日米子市局、テレビ朝日鳥取市局を置いている。鳥取県の方言は、 東部と西部で大きく異なる。東部、稲葉の因州弁は、兵庫県北部の田島弁と、共通した特徴を持ち、東山陰方言に分類される。中部、東方期の倉吉弁は、方期でありながら、因州弁に近い特徴を持つ。一方、西部、西方期の方言は、島根県東部の出雲弁と、共通した特徴を持ち、雲博多ことに分類される。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。